こんにちは、双葉不動産原です。今回は二口ガスコンドキッチンのガスコンド置き場について説明をさせていただきます。こちら、ガスコンド置き場になります。まず確認しなければいけない点は、物件が都市ガスかプロパンガスかを確認してください。都市ガス、プロパンガスでガスコンドが違います。まずそちらを確認しましょう。続いて、採寸をしてください。こちら、横幅見てもらうと60センチあります。横幅が重要で、60センチあれば大体の二口ガスコンドが入ります。二口ガスコンドは 59.8 センチのタイプと 56.5 センチのタイプがあります。そちらの、どちらかを購入する形になるかと思うんですが、場合によってはこちら60センチを切ってるガスコンド置き場もありますので、こちらは、採寸してからガスコンドを買ってください。